ゆっくりしていってね、かっこ笑い。皆さん、こんにちは。I want to get Crowfish Online の、としゆきです。本日は、今注目を集めるブランド、MASU の 21FW のオーダー品の紹介をしていきたいと思います。このブランドの洋服は、ブランド設立から3シーズン目、現在のデザイナー、後藤新平さんがデザイナーに就任して、最初のシーズンである 19SS から、ほぼ毎シーズンオーダーさせてもらっており、今では、私のクローゼットの中で一番アイテム数の多いブランドです。そして、今回紹介する 21FW シーズンでは、初めてのショーを行っており、ブランドとしてより注目を集めたシーズンになります。私自身も MASU 史上最高にオーダー品が届くのが楽しみだったシーズンで、この洋服たちを紹介できることにワクワクしています。それでは、早速紹介していきましょう。まず一つ目は、立体的なフレアシルエットが特徴のベルボトムトラウザーです。70年代のヒッピースタイルを彷彿とさせるシルエットに、上品なコーデュロイ素材を使用しています。もともと、コーデュロイ生地は、宮廷の庭師がまとう作業服の素材として採用された起源があります。その生地にデザイナーが幼い頃手にしたハンカチーフの花のモチーフを刺繍しており、生地の起源と刺繍の組み合わせがデザイン背景となって独特の雰囲気を演出しています。また、ウエスト部分の内側にはデザイナーのコレクションしている子供服の柄を元にした花柄のシルクテープが配されており、細部にまで遊び心が感じられます。パターンもなかなかに面白く、サイドの切り替えがない立体的なパターンワークで、ブランドのこだわりが感じられます。サイズは42を履いています。ハイウエストのデザインで、ウエストサイズは細めかと思います。続いて2つ目の紹介です。コレクションの中でもかなり目を引いたポップコーントップス。本来、レディースアイテムとして馴染みのあるポップコーントップスをメンズらしく再解釈したのがこちらの一着。胸には純粋さの象徴である天使がプリント、腕にはそれを危ぶむ蛇のプリントが施されています。こちらは、純粋な行いや心には、常に剣をしたり邪魔する存在が付きまとうというメッセージが込められています。丈は短く、首回りは比較的ゆとりのあるデザインで、レイヤードしてインナーを見せるコーディネートも素敵かと思います。合わせるパンツとしては、基本的にはハイウエストのパンツとの方が相性が良い印象です。一着でかなり存在感のあるアイテムで、名作になること間違いなしの一着ですね。続いて三つ目の紹介です。こちらも 21FW シーズンでかなり人気だったキャンディニットシリーズから段丈のセーターです。かすり染めという技法によって緻密に剪定された6色の糸を使用しています。芯の色を組み替えながら描く幅広のヘリボーンは時期に溢れた配色をモダンなメンズウェアに昇華しています。首元と袖口のリブ編みは太めのデザインで、丈の短さと相まってかなりスッキリとしたデザインです。こちらもハイウエストデザインのパンツとの相性が良い印象です。続
続いて、4つ目は、同じキャンディニットシリーズから、ニットベストの紹介です。先ほどのセーターは黒の糸をベースにした配色に対し、こちらは白の糸をベースにした明るめの配色です。こちらも首元と裾のリブ編みは太めのデザインで、アームホールは広めの作りです。短丈のデザインだったセーターに対し、ベストは着丈が長めで、存在感があります。サイズは48をピックし、着丈の長さがより出るようにしました。身幅はすっきりしているので、この上からジャケットやコートなどを羽織っても生地のもたつきがないのが扱いやすいポイントです。そして、続いては最後、今回のコレクションの中で一番気に入っているアイテムの紹介です。ウサギのモチーフを配したモノグラムが特徴的な総柄のシャツです。本来、ウサギというモチーフは大人の服、ましてやメンズウェアでは取り入られることはあまりありませんが、それらも小さく羅列して総柄にすることによりどこか奇妙さや、遠くから見るとクラシックな柄にさえ見えることの面白さを表現したファブリックになっています。極めつけには、ランダムに散りばめられたラインストーンなど、目を凝らさないと気づかないような遊び心が潜んでいます。個人的には、グッチのモノグラムにも見える配色と柄の大きさがお気に入りです。大きめの襟と相まって、80年代を彷彿とさせながらも、落ち着いた雰囲気に仕上がっており、そのあたりのデザインのバランスは、さすがの一言です。シルエット自体はスッキリとしており、インナーとしても、使いやすいかと思います。また、生地は厚めのジャージ素材を使用しており、シャツアウターとしてもおすすめです。いかがだったでしょうか。シーズンを重ねるごとに注目度が増していっている MASU。 今回紹介したアイテムの中にはすでにどこのお店でも完売しているアイテムもありましたが、参考になれば嬉しいです。今後ともファッションに関しての動画をアップしていきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。